サフットソンクラム県のメークロン線が昨年から改修工事に入っていましたが、4月1日運行を再開しました。改修期間にメークロン駅と折りたたみ傘を意味するタラートロム風市場がどのように変化したのか取材しました。メークロンからバーンレム間の運行が11ヶ月に及ぶ改修工事のため閉鎖されていましたが、4月1日再開されました。これまでより列車の安全性が強化されただけでなく、地元の生活の顔となっている市場も以前の活気を取り戻します。始発列車が午前9時にメークロン駅を出ました。線路の両脇には地元の人々や観光客が並び、これを見守りました。市場を通り抜けるときには皆手を振り歓声を上げました。住民のワンフェンさんは11ヶ月ぶりに列車が走るのを見て嬉しいと述べました。甥を連れてきたワンフェンさんは、ターチャロムの親戚を訪問するのに列車を使えると言っています。とても嬉しいです。安心して旅行ができます。車での移動は不便なこともありますから、でもこれからは列車で親戚を訪問できます。この市場では線路のそばギリギリや中には線路の上にまではみ出して商品を並べていますが、列車の警笛が聞こえるや否やテントの屋根を折りたたんで片付けます。なかなか大変な作業ですが、皆満面の笑みを浮かべており、愛してやまない市場が再開したことへの喜びがひしひしと伝わってきます。市場に店を出す女性は、たくさんの人がサムットソンクラム県に来てくれてとても嬉しいです。でももっと来てくれるといいですね。初日にこんなに大勢の人が訪れてくれて、しかもこれからはまたずっと市場を開くことができるんですものね、と喜びを語ります。中国から来たという2人の女性は、市場の中を走る列車を実際に見ることができてとても嬉しいと語っています。テレビでここのことを知り、ぜひその目で見てみたいということでタイを訪れました。期待通りの驚きの光景で、ぜひまた来たいと語っています。本当にびっくりするような光景です。営業中の市場の中を列車が通過するのを見るのは初めてです。メークロンとバーンレムを結ぶこの路線は全長 33.57km。 去年5月から運行を休止して大規模な改修工事を行い、線路をそれまでより2倍の重さの頑丈な材質のものに取り替え、高さも若干高めにしたほか、木製の枕にもコンクリート製のものと交換しました。一部で湿地帯や塩田のある地域も通過するため、腐食しづらい工夫を加えるなど大々的な改修工事となりました。タイ国有鉄道のウティチアト総裁です。詳しく検査を行った上で4つの主要な改善を実施しました。線路そのものの改善や劣化した素材などの修復です。これらはもともと予定されていた修復およびメンテナンス作業ですが、この路線は運搬するものの重量も比較的軽いこともあって、今後は何十年も持つでしょう。列車の運行が再開された喜びと安堵の中、ロムフーブ市場の露天商らには当局に望むものが一つだけありました。海外からの観光客にこの世界に類を見ない市場の存在や地元住民の興味深い生活を知らせるため、国宝級の存在として世界的な広報活動を望んでいます。